今回お話しするのはこの3つの脳タイプっていうのは、触覚型と触覚ね、手を触るっていう、手でこう触ったりするね、触覚、体で感じるものね、触覚型っていう、脳タイプと、それから、視覚型っていうね、この後頭葉をうまく使って、情報を読み取る、視覚ね、目で読み取る、それから聴覚っていうことで、ここの側頭葉を使って、物事の、まあ、言葉とかそういう音ですね、それで、論理的にこう形を分析するのが得意な脳っていうかな、まあ、3つの脳があるんです。でその触覚だとか言うてもちょっとあれなんで、それを手タイプと言ってます。手ね、手で触れるっていう、まあ、手で触れるのが触覚型と思ってください。手ですね。それから目タイプっていうのは視覚ですね。目ですからね、情報をこういう目で追って読み取る力、これが目タイプ。それから耳タイプはこういう音を聞いたりとかですね、人の話をものすごくこう地獄耳のように聞きながら、それを解析して、この人は嘘があるか嘘がないかとかね、そういうことをねじっくりとね判断するタイプって言われてますね。この3つの脳タイプをまず知っていただくと何がいいかというと、実はコミュニケーションを取っていくときに、ほとんどの人は顕在意識という意識の中で自分が主観になって相手のことに対していろんな話をします。これ僕いつも言ってるんですけど、コミュニケーションの達人の人っていうのは自分を俯瞰して上から見てですね、自分と相手というのをこう2人を見つめながら、上から指示をしながら自分の脳がその言葉を調整をしていく力がある人、これをコミュニケーションの達人っていうんですね。でもね、まあ僕も含めですけどね、やっぱり自分にゆとりのない時っていうのは、自分を主観に考えて自分の感じたこと、自分の考えたこと、それが正しいと思って相手にパッと言ってしまうんですね。そういうちょっとゆとりのない時っていうのがコミュニケーションが途絶えるがちなんですね。まあ携帯で言うと、スマホで言うと電波が届かないってね、トンネルが入って全く聞こえなくなって、こういうコミュニケーションの途絶えた時に冷静になって今回お話しすることをちょっと頭に留めておいてもらいたいわけです。はい。でまず自分を知るっていうことが一番大事で、今言ったように脳タイプに大まか3つあるんですよね。手、目、耳だけど、みんなこの3つ持ってるんですよ。でどこで優劣をつけて日々生活をしているかということが、実際知ってても知らず知らずのうちにまた無意識になってしまってるんですね。例えばコンビニなんか入った時に、潜在意識で物を買わされてるっていうことを皆さん気づいてると思うんですよね。どういうことかというと、今日はウーロン茶買おうって思って入っていったのに、たまたまレジの横見たら、ちょうど一番レジの横に何か知らんけども自分が美味しそうなものが目に入って、それをスッとこう買ってしまったと。これはわざわざそれを買うつもりでないのに、ウーロン茶だけ買いに行ったのに、そのいろんな便利なところに物を置かれてですね、スッと手に取ってしまった。この購買の仕方っていうのは、これ実は無意識に手が動いているわけですね。でこの潜在意識を意識して、販売員の方々が一番目につきやすいところとか、一番購買しやすい場所にポイントに置いてるわけです。で置いてるだけなんですね。わかりますかね。ということは、これはノンバーバルコミュニケーションって言いまして、会話がないわけですね。店員さんがこれどうですかっていちいち言わなくても勝手に手が出てしまう、これわかります？これノンバーバルコミュニケーションって言いまして、結局視覚で物を捉えたりとか、知らず知らずのうちにこの感覚とか雰囲気で自分が影響されてるってこと、わかります？例えば温度ちょっとあったかいな、勝手に汗が出てですね、勝手に何て言うかな、体を冷やすような働きってありますね。これが潜在意識にがちゃんと働いてるわけです。で顕在意識になった時、ちょっと暑いなと思ってクーラーのこうボタンを押しに行く、これはもう顕在意識で意識してるのでできるんですけども、この人間の潜在意識っていうのはどれぐらいあると思いますかっていうことですね。顕在意識が約 3% から 5% と、ね、言われてます。ということは残りの 95% は潜在意識が働いてるわけです。ということはコミュニケーションを取る時に、その 95% の誰もが意識をしていないところを、僕たちは意識をしながら潜在意識に働きかけてお話をしてあげると、なんか知らんけどあの人すごく心地いいな、なんか知らんけどあの人に会うと元気が出るなと、なんかあの人すごく私の味方やなっていうふうに、なんか知らんっていう、その潜在意識ですね、なんか知らんというものを引き寄せていってあげれるわけです。
これどういうことかというと、例えば僕低タイプの方、ね、今日は低タイプの方見ていらっしゃるというちょっと仮定でやりますね。低タイプの方っていうのはすごく自分の雰囲気を大事にしてたりとか、すごく魔法の言葉ってあるんですよ。例えば大好きとか、そういうの、そういう大好き大好きとか言われることが好き、わかります。そして自分もこの食べ物大好きなんですよとか言ってることが多い。それから僕は、私は、あの過去の時に、過去の話するの得意なんでね、過去の時にこんな体験をしてこんな感覚を覚えてるんですよっていう、その感じるとか感覚とか心をすごく優先したキーワードを持って生きてるわけですね。でそういう方が目の前に低タイプの、まあ、彼女がいてるとしましょう。彼女っていうか僕からすると女性ね。でその女性にちょっとときめいたんで、なんか口説きたいなって言った時に、これをノンバーバルコミュニケーション、もしくは潜在意識に働きかけると、どういうことかというと、僕が相手に会話するときに、僕はこんなこといつも感じるのが大好きなんですよ、例えば、昔こういうふうにして積んに行ったときに、この風を感じてすごくこう雰囲気のいい場所で一人で釣ったりするのも好きなんですけども、とこの好きなんですけどもっていう、この好きとかこんなんが大好きなんですけども、でも一緒にやっぱりそろそろ一緒に釣りに行きたい人を探してるんですよっていう会話をやりますよね。そうすると相手の低タイプの人っていうのは、好きとか大好きとか一緒という言葉が潜在意識的に入るわけです。で僕はこれを意図的に、あなたと一緒に行きたいって誰も言ってないし、あなたが大好きやとかあなたが好きやとは言ってないんですよね。まだ付き合ってないからね。でもこうドキドキするような相手に対して、ちょっと、僕の印象を彼女に伝えたい時に、意識的に僕こんなことするの大好きなんですよとか、僕こういう、趣味が大好きなんですよって意識的に低タイプの人に大好きと書けていくとですね、僕はこの趣味が大好きって言ってるんだけど、彼女からすると大好きっていうふうに僕が言ってるように脳は取るわけです。この脳というのは、潜在意識の脳というのは主語がないんですね。だから誰が言ったとか私が言ったとか関係ないんですよ。大好きっていう言葉に響くわけですから、低タイプの方には大好きとか一緒とか、感じることがこういう感じが好きなんですよとか、そういう言葉をできるだけ会話の中で繰り返していくとですね、私のこと分かってくれてる、私のこと大好きなんやっていうのを頭にどんどん繰り返し刷り込まれていきます。これが潜在意識にアプローチするという一つの、傾向があるわけです。で僕が今メイクで何をしてるか、これで分かりますよね。相手はこのメイクが好きかどうかということを気づいてないから、潜在意識に働けるように自分が顔を作って、相手が好むようなメイクを日々してあげると、私のことをすごく分かってくれてるっていう感覚になるんです。それはなぜかというと、相手が好きそうな、大好きそうなメイクを常に見せてあげるということです。そうすると私の味方っていうふうに思うわけですね。相手が低タイプであれば、まず低タイプのメイク、これは一般の方で言うとちょっと分かりにくいんで、低タイプというのは大体こうナチュラルで雰囲気のあるようなメイクが好きなんですよね。で低タイプというのはこんなガラガラのね、僕今服わざわざこれ一番目立つ服着ましたけど、これ名タイプの好きな、この柄とか色とか、そういうファッションでも唯一無二で誰もあまり持っていない、着ていない、こういう目立つものを好きなんですね。で名タイプの人はメイクもちょっとこうトレンドを取り入れたり、カラーを取り入れたりするのが好きなんですね。で耳タイプの人はどっちかっていうと、落ち着いた聡明感のあるメイクとか凛としたメイクが好きなんですね。こんな風にして脳タイプによってメイクの好きな傾向ってやっぱあるんです。でそれは日々生活してる中ではあまり皆さん気づいてないんです。これが今顕在意識ではなく潜在意識で自分の顔を作ったり、自分の、好みというメイクの好みっていうのを勝手に潜在意識が覚えてるわけです。でそこに僕らコミュニケーションの達人として今講座をやってますから、きちっと相手の好みのメイクをしてあげる、差し上げる、それだけで実は
ノンバーバルコミュニケーションといって、言葉をかけなくても自分の顔が相手に味方してもらうわけです。これどういうことかというと、ミラーリングということですね。コミュニケーションで言うと、相手は自分の鏡ですよと思ってますから、相手は僕の顔、私の顔を見てくれたら、この顔が自分って思ってるわけですから、その自分が好きな顔であればミラーリングですから一致するわけですね。ところが人は自分が好きというメイクでそのままやってるから、鏡見た時に相手が全く嫌なメイクでやったらどうですか？反発しません？ここでずれるわけですね。だからコミュニケーション取る時というのは、メイクを、僕の場合コミュニケーションメイクってしてるのはそこなんですよ。もちろん自分のためだけにメイクするっていうのも大事なんだけど、相手がどう思うかっていうのを本当に緻密に計算をしてですね、そこでしっかりと相手のためにお顔を作ってあげる。このメイクの顔の情報というのは、実は莫大な情報量があるんです。これ今喋ってて、僕が今こういう服を着て、こういう眼鏡をわざわざセレクトして、髪型をこういうして、バックグラウンドをこれ見ていただいて分かりますけど、今日はこの雰囲気に合うような背景意識もしてるわけですね。で、こういったことも緻密に情報を計算してですね、出してるわけです。分かりますかね？ということは、皆さんが今日からやれることは何かというと、たった一つの自分の顔を3つぐらいちょっと作れるようにしてみてくださいということなんです。例えば、大事な友達がいつもなんかこうカラフルなメイクをしている、ちょっとこう華やかなメイクをしている、先ほど言った名タイプっぽいメイクをしてたら、私そんなメイク無理やわっていうふうにするんではなく、その相手のメイクに近づくように、なんならどんなふうなものを使ってんのということで、その相手の使ってるメイクを盗んでいく。で、使ってる例えばメイク品も教えてもらって、一緒になってやってみる。そうすると勝手にお友達同士が仲が良くなります。これは同性の場合ですね。で、職場でもそうですね。職場でちょっとこう上司と部下っていう関係もあるか分かりません。でも上司が例えば、ナチュラルなメイクをしたとしましょう。ちょっと地味っぽく見えるか分かりません。で、部下がそこで華やかすぎていくと、これ反発するんですよ。そういう時は、上司が雰囲気のあるナチュラルメイクしてたら、部下も一旦ナチュラルメイクをして差し上げる。これぐらいの客観視して日々時間を過ごしてみてください。そして、あ、上司は低タイプやなって、冒頭でも言いましたけど、低タイプやなと言った場合は何ですかね、こう一緒にとかね、私、部下がね、上司のやってるものに対して、私もそれ大好きですとか、そういうことを意識しながら会話をするだけで、そんな難しいことを言わなくても、相手とのコミュニケーションが近づくことができます。深掘りしていけます。これが潜在意識にアプローチするというね、今のは相手のメイクに合わせていくっていう、このミラーリングって話です。相手がナチュラルのメイクをしてる人であれば、自分もナチュラルのメイクに一旦合わせてあげて、一緒に喋っていく。そして、そのナチュラルのメイクというのは低タイプというふうに覚えておいてください、ね、大好きという言葉が好きですと。で、名タイプというのは、どちらかというと華やかなメイクなんで、そういう人はなんかかっこいいとか、なんか目立ってるからね、すごくセンスいいねとかね、そういう話が好きなんですね。だから、そういう人と、もし友達であるとか初めて会った人は、名タイプのメイクで一緒に過ごしてあげるようにしてみてください。そして耳タイプの人は、どちらかというと考え方で生活をしてます。自分はすごく、賢さっていうかな、思考の賢さ、自分は、いろんなことを考えてるんだということを、メインにして考えて、生活をしてますから、その方にはどういう言葉が好きかというと、聡明感というのが好きなんですよ。何々さんの考え方ってすごいですよね、何々さんの考え方参考にさせてくださいとか、何々さん考え方がすごいから、教えてくださいとか、まあ、そういう考え方を褒めていく。で、そういう方のメイクってどんなんかっていうと、ちょっとシックで凛として、あまりこう突飛をするようなメイクしてないですね。あんまりこう華やかすぎるようなメイクもしていないかといって、地味でもないんです。どちらかというと、しっかりとしてメイクはしてるんだけども、凛としたね、その品格のあるメイクをしてます。で、そういう人と出会った時は、そういう風な傾向のあるメイクをちょっと心がけてみてください。まあ一応ね、僕はこの今本講座では、そういう低タイプ、名タイプ、耳タイプに応じた
レシピ、そういうメイクを作るレシピっていうのをね、作ってお知らせをして勉強してるんですけど、まあ一般の方でもね、まず相手大事にしたいという相手のメイクをね、こうやって研究してください。で、研究してどんな風なものを使ってますかって聞いてみてください。そしてその人のメイクを真似してみてください。それだけでコミュニケーションが急に変わります。そしてそれが今度できたら、今度応用編ですね。応用編いきます。その今やったメイクの応用編っていうのは何かというと、相関性ってあるんですね。これ見せますからね。低タイプの人は耳タイプに、耳タイプの人は目タイプに、目タイプの人は低タイプに憧れるというこういう傾向があります。 100% ではないですよ。でも特に異性の場合はこの好感を抱く傾向があるということが分かっていれば、そこをうまく活用する、これが潜在意識に落とし込むということになりますね。あなたが上司ですよ。あなたが上司で部下が、いてるんですよ。その部下が、わかりますか、低タイプだったらどうでしょう。ここに、丸、低タイプが耳タイプに憧れて書いてますよね。ということは耳タイプのメイクを上司がしてあげると、部下の低タイプの人はすごく憧れを持って尊敬をしてくれるようになるわけですね。これ別に行動とかそんなんじゃないですよ。僕今言ってるのはメイクの傾向だけで言ってるんですね。だからメイクを耳タイプよりにちょっと凛とするメイクにしてあげると、低タイプの部下は憧れるんで、この上司についていこうとかなりますよねっていう話ですよ、ね。で、今度耳タイプの人が今度目タイプに憧れるわけなんで、今度は耳タイプの人が、ごめんなさい、目タイプの人が部下だとすればどうしたらいいですかっていうことです。ちょっと今度逆転しましたよ。目タイプの人が部下、わかります？そしたら耳タイプの人はどうしたらいいんでしょうか。わかりますか？これ相関性応用編ですよ。耳タイプの人は目タイプの人に憧れるんだけども、目タイプの人は誰に憧れるかって、低タイプに憧れるんですね。で、部下が今度目タイプだとすると、上司が耳タイプだったらきつく感じるわけですよね。だからそういう時は耳タイプの上司は低タイプよりの雰囲気メイクをしてあげると、部下は親しみのある上司だなというふうになって、結局コミュニケーションがうまくいくようになっていくわけです。で、ここをですね、ちょっと傾向だけを知っておくだけで、実は応用編っていうのを聞くわけですね。この相関性は憧れるっていう方向と、好感を抱くっていう方向が右の時計回りになってるんですけども、その逆の左の赤ね、逆の時計回り左に行くと、これはちょっと苦手という意識があるんですね。だからここを覚えておくんです。苦手意識があるからコミュニケーションがうまく取れてないんかなとかっていうふうに思っておけばいいだけなんですよ。そしたらそれを意識して潜在意識に働くために、自分のメイクを苦手と思わさないようにするとか、その苦手意識を持ってる相手のノータイプをしっかりと認めて、それを意識しながら会話をする。それだけで実は相手は自然と、なんかこの人よく分かってるな、僕のこと、なんかこの人なんか親しみあるな、なんかこの人一緒にいてたいなとか、こういう風な流れになるわけですね、はい。で、まあちょっとこうせっかくなんでね、この3つの雰囲気っていうのはこういうことです。低タイプっていうのはこうちょっと柔らかめのメイクね。で、目タイプのはちょっとこう立ち上がってるようなね、この華やかなメイク。耳タイプは凛としてね、安定感のある聡明感のあるメイク、まあ、これは僕ね、長年ずっとやってきて、こういう傾向値のある人が多いなということを分かって、まあ、ノータイプに各々よく出ている傾向値のメイクっていうのを作ったわけです。で、なるほど、低タイプの人はこういうメイクをしてるのが心地いいとかね、目タイプの人はこうちょっと華やかな色を使ったりするのが心地いいとかね、やっぱりあるわけですね。で、それをちゃんと理解してあげるということが非常に大事になってきます。そうすると、同じ人でもこんな風に目タイプ、低タイプ、耳タイプ、あ、ごめんなさい、低目、耳というメイクを自分でこういう風にして変えたりすることができますね。随分違いますよね。で、この意識を3つするだけでメイクが変わります。これしおりさんの方もね、最後に、はい、出させていただきました、まあ、こんな風にして低タイプ、目タイプ、耳タイプ、自分でこういうメイクを
作り変えることができたら、あとはそれに合わせて、ね、まずは先ほども言いましたけども基本ね、基本はまずは相手のメイクでいいんですよ。本当はもう基本相手が低タイプやと分かったら低タイプのメイクで一緒にしてあげてもいい。でその今度応用が効いてだん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 仲良くなってきたら、もう一個今度自分が、自分の方に何て言うかな、うん、憧れてもらえるようにするっていうかな、うん、なんか自分にもっともっとこう、好いてもらいたいってありますよね、信頼を持ってもらいたいってありますね。そういう時は相手が憧れているメイクにも持っていくわけです。そうすると全く明かれないというかな、なんかこうこの人ってこんな人っていうふうに思われないんですよ。この人はこんなとこもあるけども、もっとこんなとこもあるな、もっとこう魅力がですね、気になって仕方がない、まあ、そういうふうに男の人なんか特に言いますね、ないものをねだりなんですよ男の人。まあみんなそっか。例えば可愛らしいメイクばっかりしてる人がたまに凛としたメイクなんかされたらドキッとしますよね。この人っていうのはね、このギャップに惹かれるんです。だから同じメイクだけじゃなくて、こういうメイクを3つぐらい持っておいてこう回す、右回しにしてもいいし左回しにしてもいいし、でその間を取っていくとですね、3つのメイクが今度6つになるわけですね。それをもっと間を取ってバランスよくすれば、どんな傾向値のメイクも自分で作れるようになると、まあ、そういったことを僕が今お知らせをしてお伝えしているのが、このカリスマワビト本講座、こういうね僕の集大成である講座をしているわけです。ぜひね一回またね皆さんね、最後の CM だけは入れときますけども、興味持っていただいたらこの QR コードを読み取っていただいてみてください。まあ今日見ていただいている方はね本講座の生の方が多いと思いますけども、まあただこのメイクアップで笑顔を増やそうというのは一般の方ももちろん見ていらっしゃるし、アーカイブでも残るし、まあ、動画としてずっと残っていきますんで、ぜひね、見てください。今日の服見てっていう感じでしょ、ね、すごい派手派手派手っていう感じです。これはわざわざ派手にしました。さっき低タイプの、うちの妻がですね、なんか宇宙人みたいって言われましたね、こんな格好してるんでね。でこういう服って実はあんまり最近再婚してからね、妻の前ではあまりこう着るの恥ずかしがるんですよ、相手がね。僕一人だったらいいんですよ。でこれもコミュニケーションの一つで、一緒に歩く妻が低タイプであればあまり僕が目立ちすぎるとですね、相手が恥ずかしがるわけですよ。ということはちょっとそこをバランスをとって、少し僕も低タイプよりの服を買ったりして、こう馴染みのいいように生活を共にするって、これも一つの配慮ということになりますよね。うん、そういうことを自分は自分っていうふうにしてね、やるのもそういう人もいてるかわからないけど、それはそれでまあ別に間違いでもないかわからないけど、僕は、こういう考え方なんですね。やっぱり協調性も大事だし、この日本社会の中でコミュニケーションという力はこれからものすごく大事になりますよと。なぜかというと AI にとってどん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 変わっていきますよね。もう AI が全部そういろんな感情分析をしたりしながら、いろんな仕事もどんどん細々になっていったり先細になったりします。そんな時に情報が得られるのは人間力であったりコミュニケーション力であるって、これも間違いないと思います。だから僕20年前にこのコミュニケーションメイクっていうのを自分のネーミングが降ってきたんですよ。でこのネーミングは20年前に降ってきて、で今登録商標っていうのを入れてようやくですね、やっぱりすごく今コミュニケーションという言葉がものすごく出てきますよ。でコミュニケーションメイクっていうのはこの一つしかないわけです。世の中には一つしかないわけですね。これは商標として入れてるので、皆さんがこのコミュニケーションメイクっていうのをやっぱりきちっと学んでいただくと必ずこれからね役立つと思いますんで、ぜひぜひやってみてください。まあこういうことですね。自分の脳をまず知って、自分の脳タイプを知ったら今度相手の脳タイプを知って、そこから修正をしてかけていきましょうと。相手の脳タイプの周波数を合わせていきましょうと。これがまあ僕はいつもね言ってることです。これ友達関係と恋人関係、家族も職場も、まあ、商談もそうですね、で集客もそうですね。だからそんないろんな場面に、活用できるのがこのコミュニケーションメイクのスキルと考え方、概念ですね。自分の一般的なメイクは自分のことばっかりを考えてますけども、相手のメイクも考えてみようというのがこのコミュニケーションメイクですね、うん、でこれを習っていただいたら多分分かると思うけど、メイクが気になるはずなんですよ。自分のメイクだけじゃなくって、世の中に今歩いてる人のメイクをずっと見たりね、メイクだけじゃなくってそのメイクのやり方の特徴とその人の行動とか、会話のパターンとか
その人の間の取り方とか喋り方とか仕草とかね、まあ、今日はちょっと長々と喋りましたけども、低タイプ、明タイプ、耳タイプに、大まか脳は分かれますよと。でその、分かれた脳タイプに合わせて、会話をしてあげたりメイクを合わせてあげるだけで相手から信頼を得れますよということを言いました。でもう一つ応用編としては、その相関性がありますよと。低タイプは低タイプは耳タイプに、耳タイプは明タイプに、明タイプは低タイプに憧れますよということですね。ね、気になる男性が現れたら、その男性の脳タイプをまず瞬時に読み解いてみてください。それが分かると、その人が好むメイクっていうのをやってみてください。逆にその人が苦手なメイクをしないでください。それだけでノンバーバルコミュニケーションとしては一つの、なんかなレベルが上がりますから、ね、そしてあと会話を続けていく時にも、その会話を手話を合わすと、もうじゃあもうね、顔も作って会話も合わせて、もう完璧ですよ、ね、そうすると、まあ、恋に落ちてもらいやすい、向こうもね、向こうに落ちてもらいやすいこれなんて言ってんかな、こういうのね、まあ、婚活なんかでよくこういう使っていけばいいと思うんでね、ぜひぜひやってみてください、はい、じゃあ良い日曜日を楽しんでください。ありがとうございます。またお会いしましょう。